3、2、1、どうぞ。すごい。パラリンピック頑張れ日本で競技の登場です。期待には表情を舞う浅田選手の姿が頑張れ日本の文字とともに大きく描かれています。さあまずは浅田選手にこちらのご自身の描かれたデカ歩きをご覧になっての感想をお伺いしたいと思います。すごいびっくりしました。いやまさか飛行機にご自身の姿かと。はい、予想はできなかったです。予想ができなかった。こんなに大きいんだって間近で見たら、あの飛行機がこんなに大きいんだっていうのをびっくりしたんですけど、はい、自分もこんなに大きくなってこう飛行機に描かれてるのを見るとすごいなんか飛んでる感じがしました。本当に空の上をね、はい、あの舞い踊ってる感じがしますよね、はい、それではここでスペシャルゲストにご登場いただきましょう。オリンピック応援 CM で流れているフライングハートを歌われました、おめでとうございます、石井達也さんです。どうぞお越しくださいました。どうぞお二人も前にお並びください。Flying dream, flying love and you, flying also, 旅も夢に近づくこと。浅田選手いかがでしたか。もう間近でお聞きしたのは初めてだったんですけど、すごいもう感動しましたし、すごい迫力でした。もう俺も間近で見たの初めてなんですけど、うん、すごい迫力やっぱりオーラがありますよね。想像していなかったのですごい嬉しい気持ちと、なんだろう、すごいクリスマスプレゼントになったと思います。この飛行機に乗ってその夢そして目標の措置へ向かっていくんだ、自分が飛んでいくんだっていう気持ちになりました。私自身の目標は2つあるんですけど、1つはバンクーバーよりもさらに上の演技を目指すこと、そしてもう一つの目標は、日本代表としてやっぱりメダルを持って帰ってくる、そして一番いい色のメダルを持って帰ってこれればそれはそれはすごく嬉しいことで、日本代表としてはそれを目標にして頑張りたいと思っています。なのでこの自分の笑顔よりももっとさらに良い笑顔で演技を終えられるようにすることです。ありがとうございました。